5月29日よりセブンイレブンで先行発売ベビースターラーメンオンアイス、価格はかなり強気の213円。世間で賛否両論のベビースターラーメンオンアイスを買ってまいりました。ベースとなるアイスにはベビースターラーメンの特徴であるチキンの旨味と醤油の香ばしさを生かすために隠し味として醤油を加えているそうです。なんだか星尾くんも嬉しそう。予想以上にベビースターラーメン、もうこの時点でああやめときゃよかったのにっていう気持ちがいっぱいになりました。ベビースターラーメンだらけでアイスがなかなか出てきません。ベビースターラーメンはしんなりしていてポリポリ感はなさそうですね。食べてみます。アイスも美味しいじゃないですか。ベビースターも美味しいですよね。なぜそれを合体させる必要があったのかという、おねえ笑うしかない味。ベビースターラーメンってパリパリしてるじゃないですか。それがね、もうしんなりしてるの。だから全然個性なくなってんだよね。アイスは美味しいです。隠し味に醤油を入れてるそうですよ。はい。ベビースターの味をこう際立たせるために醤油味を入れてるらしいんですけれども、際立ってんのかなっていう。新感覚アイスにはすごく間違いないです。だけど一回食べてみるといい、笑えるから。結論、ベビースターラーメンアイスは笑えます。ごきげんよう、さよなら。名乗りを上げよう。毛利家次男吉川元春、広島城代城主毛利輝元、もしもですと全国の計り神毛利元就、我らは秋広島武将隊。行くぞ広島。チャンネル登録よろしくお願いします。ここかな。お願いします。どうもすいません。ありがとうございます。